今日の御言葉、マタイの福音書22章4節から9節。それで再び次のように言って別のしもべたちを使わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私のお牛や肥えた家畜をほふり、何もかも整いました。どうぞ披露宴においでくださいと。ところが彼らは気にもかけず、ある者は自分の畑に、別の者は自分の商売に出て行き、残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまった。王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払った。それから王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさい。はじめ、ユダヤ人は神様から選ばれた聖なる民でした。しかし彼らは罪深い行いから悔い改めることをせずに、送られた預言者に聞き従わず、最終兵器として使わされたイエス・キリストをにも反抗して、イエス・キリストを十字架にかけて殺してしまいました。彼らはイエス様を信じることができませんでした。ですから神様はその救いをユダヤ人以外の異邦人の民にまで広げられました。神様は今もなお私たちを永遠の天国へと招待しておられます。神様は世界中の誰をにも招待状を送っておられます。その招待を受けるか拒否するかはその人次第です。どうか私たちは拒否するものではなくて、その招待を受けるものとなりましょう。イエス様を信じれば永遠の天国に入ることができます。信じないものではなく信じるものになりましょう。All for Jesus!